折笠渋谷洲十一月十一日は、日本の海軍軍人。第一水雷戦隊司令官、木村正富少将が座城する機関、阿武隈公会長として、キスカ島撤退作戦の成功に貢献。後畜区艦若月法術長として戦死した、海軍中佐である。福島県出身。合図中学を経て、1 9 3七年三月海軍兵学校を、卒業。 赤字は160名中22番。折笠は海兵64機である。海軍中医時代に教官として海兵72機の分隊幹事を務めた。海軍隊医時代に軽巡洋艦、阿武熊公会長に捕食され、キスカ島撤退作戦に参加。阿武熊は第一水雷戦隊司令官、木村正富少将が率いる作戦部隊の機関で艦長は、 渋谷史郎大佐、水来町と航海士は、戦後海上自衛隊の海上幕僚長となる、石田捨夫と大賀良平である。同作戦は、初回が中止となり、燃料などの関係から、再度の作戦は望めない状況の中、作戦遂行上必須の要件であった霧に恵まれ、成功した。しかし霧は、ロノベ出撃以来6日間にわたり、またその濃さは、 アブクマはじめ数巻が衝突事故を起こす濃さであり、カニを出すために必要な転速ができなかった。キスカ島への航海は推測広法によったのである。また、キスカ島付近へ接近した後は、道島からのラジオビーコンによる誘導により、方向を決めることができたが、道島との距離を把握するためにはやはり転速が必要であった。折り笠は、大我の補佐を受けつつ、 機関公会長として推測広報を成功させ、また薄もやの中太陽を捉え官位を特定した。その後部隊はキスカ湾に突入し、中流部隊5000名以上を救出した。石田は折笠を名公会長であったと述べている。沈没寸前の駆逐艦若月その後の折笠は、法術学校高等科を卒業し、駆逐艦若月法術長となる。若月は、 オルモック輸送作戦に参加司令手等への輸送任務に就く。第二水雷戦隊司令官、早川三夫少将に率いられ、第三次輸送作戦に従事中、米機動部隊の攻撃により、若月は撃沈され、折笠は戦死した。若月の戦死者は、艦長以下290名であった。同期生の高畑達夫と共に、地商会の会員であった。 何若い文体漢字2012年1月12日、閲覧 AB、木村正富 P241、木村正富 P242、艦長たちの軍艦誌、P357。ありがとうございます。